先生、とある人連れてきたんですけど、うん、何誰あの この人なんですけど、この人、はいはい、閲覧履歴を消してる人です、うん、はいはいはい、あよくいるね。あのさ、堂々としろって。え、男でしょね、どうせ多分男だと思う。男だよね、うん。あのさ、ね、閲覧履歴でなんかちょっとさ、自分にね、なんか見られたら嫌のようなことね、ちょっとこう大人なねものを調べてすぐ消して。いやいや、消さないでいいじゃん、堂々とすればいいじゃん、ネタになるじゃんってね、厳しいって。そんなのでね、消してるような男がじゃあ立派な男になるかって、でっかい背中見てね、彼女とかねいたらそういう人を連れていけるかってね、こうやって雨が降って強くなる中でも、いや雨なんてどうでもいいよって思えるぐらいの男になれるかって。検索履歴、閲覧履歴は決していいことなんて一個もないから。オッケー。だったらちゃんとね、堂々と、いやこれだってものを検索しろって。消したくなるようなものを調べるなよ。先生、え？先生、ありがとうございます。あのもうめっちゃ雨降ってきてるんで。関係ないでしょ。いやもう学校はもうすぐ始まるんで、戻りましょう。あとね、TikTok とか見てないいいよ本当に。クーラーガン筋トレしろ。弱いって。弾ごっくえて入ってそするの慣れて。大丈夫、俺もめっちゃ消してるから大丈夫、焦んな。